30代から40代の若手会長により結成された NJK 風若武者会。その若武者会主催のイベント、その名はデュエル。8回目となる今回の舞台はリファ有明。メインイベント第2試合、大和哲也が負傷欠場となり大抜擢された同門の慎吾大和。対戦相手は数々のタイトルを獲得してきたムエタイ超一流ファイターのゴンサック・シップ・ミー。次世代エース候補が超強豪撃破なるか。メインイベント第1試合はデュエルで負けなしの羽賀浩也。対戦相手は昨年までタイ国ルンピニースタジアムバンタム級チャンピオンだったクワンペットソー・スワンパン・リー。 WBC ムエタイ日本統一王者の羽賀は本場ムエタイ選手権をクリアできるか。ジュニア時代にタイトルを総なめにしてきた国内無敗の17歳太田拓磨。その太田に対しデビュー戦白星を阻んだ5勝全て KO のハードパンチャー野戸達也。軽量級期待のホープがタイトルマッチで激突。こうご期待。